はい、エスペロ TV のゆきとひろきです。はい、嵐さんのね北京公演がね、はい、なくなりました。いやよかったです。よかったですね、はい、ほっとしました。はい、さすがにね、ちょっと以前僕動画でね、その国が絡んでるからやめられないんじゃないかみたいなこと言っちゃったんですけどまあね、なんとかね、なんとかというか無事やらないというふうになったので安心しております。なんかあるんですかね、要因っていうのは。なんですかね、まあ単純にこっちが、僕が思ってたほど闇が深くなかったのかなっていうのか、もしくはまた次の策があるのか。まあ正直ね、メディア、まあそのやらないっていう事実はあるので、その部分に関してはすごく良かった、安心はしたんですけど、はいはい、まあただその僕らにはこう知らないところで、うん、まあ何か動いてるって可能性は、まあ、ないとは言い切れないって感じですね、うん、なのでまあただでも結構嵐さんだけじゃなくて、まあゴルフの試合もそうですけど、うん、いろんなイベントごとがやっぱり中止になってるんで、まあ、その流れもあって中止にしやすかったじゃないですけど、うんうんうん、まあね、純粋にね、その危険なんで、うん、まあね、嵐さんに死なれては困りますし純粋に、いや、まあそれはそうだ、はい、でも東京でね、感染がもう確認されて、ね、結構拡大というか広がってるじゃないですか、まあ、はいはいはい、まあね、北京に行かないから安心ってわけではもうなくなっては来てますけどはいはいなんでね、まあ、うん、ただひとまずそのね、一番こう感染者が多い地域に行かなくなったってことは一安心ということで、まあ、まだまだその油断はできないので、はい、そうですね、なんですけど、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね急遽今回こんな感じでね、はい、はい、撮影しました。はい、はい、まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います、はい、以上エスペロ TV のゆうきとひろきでした。ありがとうございました。ありがとうございました。